女子サッカーマイナビ仙台レディースが宮崎延岡市で行われるキャンプに向け出発しました。仙台空港ではチームを激励しようと走行式が行われました。今日午前、仙台空港で行われた走行式には選手23人や松田丈夫監督らが参加しました。チームは今シーズン前半戦を終わって3位と優勝を狙える位置につけています。3月に再開するリーグ後半戦に向けキャンプでのパワーアップを誓いました。3月の5日、岩テックスタジアムリーグ戦再開、アイナック戦、そこに向けて皆様にパワーアップしたマイナビ仙台レディースの姿をお見せしたいと思っております。期待して待っていてください。より多くの試合で勝って、多くの人と喜びを分かち合いたいので、キャンプ頑張ってくるので応援よろしくお願いします。キャンプは今月24日まで宮崎延岡市で行われ、シーズン後半戦に備えます。後半戦の初戦は来月5日、ホーム岩下でのアイナック神戸戦です。